ルクソールはエジプトの都市でルクソール県の県と古代エジプトのとテーベがあった場所で現在も数多くの遺跡が残っている。地域はナイル川によって分断されている。火が昇る方角であるナイル川の東岸にはカルナック神殿やルクソール神殿など生を象徴する建物が火が沈む方向のナイル川西岸には死を象徴する王家の谷や王妃の谷などがある。 王家の谷には、ツタンカーメン王の墓がある。市内にある遺跡の多くが、古代都市テーベとその墓地遺跡として、世界遺産に登録されている。ルクソールは、エジプト新王国の時代、太陽神アメンダーの都市テーベだった。第十一王朝時代に重要な都市となり、華麗さだけでなく、地、芸術、宗教、政治の中心地として繁栄した。第一中間期の混乱の後、 エジプトを統一したメントホテプ2世が周辺地域に安定をもたらし、その結果都市が発展した。新王国のファラオが、クシュやカナン、フェニキア、シリアに遠征し、テーベが世界規模でも有数の富を有し、知名度も高いことがわかる。テーベは上、エジプトからのヒクソス軍の侵略を退ける役割を果たし、第18王朝の時代から第20王朝の 時代まで、テイベは古代エジプトで、政治的、宗教的、軍事的に主要な都となった。町には、バビロニア人、ミタンニ人、ヒッタイト人、ウガリットのカナン人、ビブロスのフェニキア人、ティルス人、クレタ島のミノア人なども流入し、アナトリアのヒッタイトの王子が、ツタンカーメン王の未亡人、アンケセナーメンと結婚するまでに至った。しかし、政治的中心が、北部エジプトの、 ブバスティスやサイス、そして最終的にアレキサンドリアに移ると、町の政治的、軍事的な重要性は次第に薄れていった。しかし、アメンガミの都市としてテーベは古代ギリシア時代に至るまで宗教的な中心地であり続けた。その後、町はアッシリアのアッシュールバニパル王の攻撃を受けた。テーベの町は廃墟となり、その重要性も失われた。しかし、 アレクサンドロス大王がカルナックのアメン神殿に到着し、宗教的な祭りであるオッペとの祝祭の間に王の像を移設した。テーベの偉大さは今日でも崇高な場所であり続けており、ローマ帝国の時代には多くのキリスト教の修道像がやってきて、多くの古代のモニュメントの場所に修道院を設立させた。その中にはハトシェプスト女王総祭殿にあり、 北の修道院の意味を持つデルエルバハリも含まれている。ルクソール特有の遺物として、曹操用コーンがある。1997年に外国人観光客を狙ったテロ事件が発生し、日本人観光客10名を含む63名が犠牲となった。2013年に観光用の熱気球が飛行中に火災になり、日本人観光客4名を含む19名が犠牲となった。 2018年には、ルクソールで観光用の気球が墜落し、一人が死亡、12人が負傷した。エジプトの多くの都市と同様に、観光業に大きく依存している。多くの住民が、農業、特にサトウキビの栽培を行っている。カイロと比べると、街は大変貧しく、貧困層が多い。1997年、61名の観光客を、 含む63名が殺害された、エジプト史上最大のテロである、ルクソール事件が起き、観光業に依存している。街の経済は大打撃を受けたが、その後観光客数は回復している。収入の不足分を補うため、住民の多くは自給自足の生活を送っている。例として、ヤギのチーズ、ハトの肉、自家栽培のトマトなどが挙げられる。ルクソールでは、雨がほとんど降らない。 ガツあたりわずか0.0から6.0ミリメートルの雨しか降っておらず、年の平均降水量は2.3ミリメートルである。夏季の間、温度は頻繁に50度を超える。王家の谷の近郊で、かつて57度に達したことがある。街にはナイル川が流れているが、川によって冷やされるのは、ほんのわずかである。ナイル川とテーベハとシプスと女王僧。 最電力ソウルシンデーにエジプトで、気球墜落、日本人4人含む19人死亡ルクソウル近く、アフプブニズハット、エジプトルクソウルで、気球墜落1人、死亡12人負傷。朝日新聞社、https、w w w a s a h i c o m アーティクルズ、ASL155R28L15B01、NHTML2020 年10月20日閲覧。 ルクソールクライメートノーマルズ19611990ナショナルオーシャニックアトモスフェリックアドミニストレーション2015年1月25日閲覧ルクソールクライメートウェザーアベリッジスエジプトウェザーにトラベル2013年8月15日閲覧ありがとうございます